これヒロキがサイドバックにプレスバックしてくれてるシーンなんですけども、ヒロキは結構このハードワークをかなりやってくれてて、この試合だけじゃないんですけどね、サイドに誘導させて、でこの局面って、まあ、2-2 と思いきやコウスケ君がすごいここ横からサンドしてるんですよ。でもはっきり言ってもここ最後3対1になってて、監督もよく言ってるんですけども、数的優位に持っていって奪い切るっていう守備がこの試合でやっぱ何回かあって、やっぱりこのプレーっていうのはその数的優位を作って、あの自分たちからボール奪って回収して、下げずに前にもう一回つけて、もうそういうところがやっぱすごい良かったかなって、まあはっきり言っても本当ヒロキ君のハードワークなんですけども、チームとしてこういう意識でもっとやっていけたらボール奪える回数が増えて、その後やっぱり攻撃につなげられるっていうのはいいことなのかなと思ったので、このプレーをちょっと出しました。ここで僕ワイドやってるんですけども、前半から僕が中に入って山田裕くんが外に幅を取るっていうシーンも結構あったりして、はい、でこのシーンに関してはコウスケくんがこのサイドに落ちてたっていうのもあって、誰かが抜けたところに誰かが入ってくるみたいな感じで、結構前半からコミュニケーション取れてやれてた部分はあって、でこの裕くんに入った時点でこの背後のスペースっていうのはやっぱりチームとしても取りに行くっていう狙いはもちろん持っていますし、ここに関しては結構相手のボランチがついてくるっていうスカウティングもあったので、この僕がランニングすることによって結局このスペースがボランチがついていったので空いたんですよ。でそこに対してヒロ君がうまく運んでいけて、1個剥がせたシーンで良かったなって見てと思ってて、伊藤ちゃんがマサイ普通につけれるんですけども、マサイに対して相手のサイドバックがプレスかけようとしてるもうシーンで、このプレーもすごい良かったなと思ってて、僕たちもそうですけども、基本やっぱり中を切って外に追って、やっぱりゴールから遠ざけたところでボールを奪いに行くってことは結構してるので、その相手のやっぱり守備のセオリーっていうのをちょっと裏返したプレーではあるかなと思ってて、でこれに対してやっぱりサイドバックが出ちゃってるので、ここでルキにボールが入る。でそしてやっぱりルキはやっぱり強烈なので、かなり相手がボールウォッチャーになってて、で僕これずっとここで待ってて、だ結構やっぱり時間がこのみんなが中でいることによってスペースがもうそこに集まって、スペースというか人がもうそこに集中してたので、僕のところにかなりスペースが空いたんですね。で僕はこの時に何考えたかっていうと、キーパーとディフェンスの間に流し込んで、まあ、ゴールっていうのを一瞬考えたんですけども、で、まあ、ヒロ君とかが走ってるのが見えてたんですけども、それで結局そのランニングのおかげっていうのもあって、結局やっと差がここで開くっていうのが、まあ、本気で受けに行くっていうことが僕大事だと思ってて、やっぱり本気で受けに行った結果ディフェンスを引き連れて、結局そこの空いたスペースに対して誰かが入ってくるっていうのができてたシーンなのかなと思って、それがやっぱりこの素晴らしいゴールにつながったのかなと思います。僕が外にいた時に内側に対してアタックしに行った時に、結局僕が外から内に行くんで外のスペースって空いちゃうじゃないですか。だから潰しに行くっていう判断をした時は絶対に潰せっていうのは、もう本当に18歳19歳ぐらいの時から言われてて、でまあ幸いなことにサイドバックが結構相手の低い位置にいたっていうのもあったので、もしこれがもうちょっと高い位置にサイドバックが来てたらいけなかったかなと思うんですけども、まあ、そこまではっきり見えてたので、これはもう潰しにいけると思ったので、ちゃんとボールに対して最後まで見てアタックできるように。で結構この7番の加藤選手っていうのがターンとか結構早かったんで、その寄せた時に残り足っていうのを結構意識してて、残り足で狩るとかっていうのを
取れなくても絡むっていうイメージを結構持ってて、まあ、この時もやっぱりみんなのプレスバックの意識が高いんで、今ここにも7人もいるんで、ね、結果まあそのサイドを捨てて自分のポジションから違うポジションでその奪いに行くっていうのがやっぱりできたシーンだったので、なんか過去の経験が生きたなと思って、正直やっぱり今の順位にやっぱり満足してる選手もいないですし、やっぱりサポーターの皆さんも、絶対そんな今4位で満足してる人なんて絶対いないと思うんですけども、あと3分の2残ってますし、まだ試合はかなりたくさんあるので、ここから本当に夏場を迎えて本当に苦しい時期が待ってるので、この最後のラスト3分の2っていうのはすごい大事になってくるのは間違いなくて、もう僕は絶対 J1 に上がりたいですし、このジュビロ磐田は絶対 J1 に上がれると思ってるので、僕はもう本当毎日毎日次の試合に勝てるためにいい準備をしてやっていってるので、サポーターの皆さんも、熱い応援を今まで以上に一緒に戦ってくれたら嬉しいなと思います。